白の回廊は、松本清張の長編推理小説。女性限定のヨーロッパ観光ツアーで起こる連続殺人事件を描くミステリー長編である。松本清張全集付属の月報に連載され、過筆の上、1976年以後に電子書籍版も発売されている。1984年2004年にテレビドラマ化されている。 女性だけの25日間ヨーロッパツアー旅行が企画され、多少のトラブルはあったものの、無事日本を出発した。しかし、早くも女同士の牽制や見えの張り合い、嫉妬が交錯し、先の思いやられる中、航空機乗り継ぎのアンカレッジ、さらに最初の観光地、コッペンハーゲンでツアー参加者が怪事件に遭遇する。警察汰になるのを何とか押しとどめたものの、 スコットランドでついにツアー参加者の殺害事件に発展してしまう。やがて関係者がスイスに集められ、一同中止の下、事件の謎解きが始められたが、ロンドン近郊のウィンザー城スコットランドリーブン古城の小島の古城跡、肘型悦子駅の推薦で今回のツアーのガイドに抜擢される。27歳だが年齢より幼く見られる。文学好きでツアー城でも、 知識を生かそうと張り切るが。門田良平中堅旅行会社のベテラン添乗員。経験豊かで、プライドも高いが、ツアー参加女性の身勝手や怪事件の発生に、てんてこまいとなる。梶原澄子さん、婦人科病院長の未亡人。医療知識を持つが、藤野のことが何かと気に入らず、添乗員の門田に宿泊部屋の変更を訴える。43歳。 富士の弓美容デザイナー。英語に堪能だが、ツアー先で外国人相手にモデルまがいの行動を始めるなど、角田を困惑させる。37歳。ただまりこ飲食店経営のマダム。ツアー中も高級な和服を着用している。周囲を気にしない女性かと思いきや、意外な行動も見せる。40歳。星野金子梶カジワラと同じく未亡人のみ。 あまり行動的でなく、他のツアー参加者とも打ち解けて話さない。38歳。武田育子私立高校で国語を教えている女性教師。清楚な雰囲気を持つ。31歳。金森行江西部新宿線沼袋駅近くに住む魚屋の妻。下町言葉を使い早口。今回のツアー参加者の最年長。45歳。 鈴木道夫フリーのルポライター兼カメラマン。ヨーロッパ在住で日本のマスコミに記事を流しているが、怪事件をキャッチして以降、ツアーにまとわりついてくる。エギナミチコ最近マスコミにも登場する旅行評論家。田園長不在住。エッツコをツアーガイドに推薦する。45歳。エドワード・イングルトン・スコットランド・キンドス警察署の部長刑事。 クリフォード・ヒューズ・ロンドン警視庁捜査課の警部。スイス・グリンデルバルト周辺デンマーク・ロンドン、スコットランド・スイス、松本成長スペシャル、黒の回廊。1984年10月2日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場スペシャル枠にて放映。オランダ、イタリアでロケを行い、クライマックスの舞台は、原作同様スイスに設定している。 火曜サスペンス劇場3周年特別番組視聴率25.2%キャストスタッフ松本清張ドラマスペシャル黒の回廊2004年3月23日日本テレビ系列にて放映舞台は南フランススペインに設定されている原作の登場人物の設定を残しつつ犯行方法や犯罪発覚の経緯はおむねドラマオリジナルの形に 脚色され、事件の背景は沖縄に置き換えられている。日本テレビ開局50周年記念作品。DVD 化されている。キャストツアーガイドとなった本ドラマの主人公。38歳。旅行代理店、グランドツーリストの主任添乗員。45歳。医師の未亡人。54歳。資産家。43歳。料理研究家。 42歳。弁当屋の女将。55歳。自称一流企業の OL。40歳。ヘアーサロンの経営者。49歳。富士の由美の共同経営者。49歳。ICPOO に所属する日系人刑事。56歳。ニース駐在の東都新聞記者。39歳。有名な旅行ジャーナリスト。49歳。 スタッフ、ありがとうございます。